炭国家研究員のズンダモンなのだ。所長の流星だぜ。この動画はシッキム王国の後編だ。前半を見ていない方はまずは前半を見てくれだぜ。移民と女癖と酒癖で滅亡した国家シッキム王国についての解説なのだ。第二次世界大戦後、イギリスはこれまで維持していた植民地経営が難しくなった。1947年インドが独立すると、それまでシッキムにおけるイギリスの地位はインドが引き継ぐことになった。1950年にインド・シッキム条約が結ばれて、シッキムは外交と防衛、通信をインドに委ねる保護国になったぞ。シッキムはチベット側ではなくて、なんでインド側の属国になったのだ？インドは藩王と呼ばれる小さな州の集まりで、シッキムもその一部とみなしたんだ。この時の条約でシッキム王国は王政ではなく、民主化を進めることが規定されたぜ。こうしてシッキムでは国会とそれに基づく内閣が作られることになった。ええ、イギリスみたいな立憲君主制なのだ。しかしここで大問題が発生した。それはシッキムの人口構成だ。人口構成？シッキム王国ってブディア人のお坊さんが建国したから、ブディア人しかいないんじゃないのだ。それはイギリスが保護国化する前の話だぜ。マータ・ブリカスさんなのだ。1950年、シッキム王国の住民は王国を支えてきたレプチャ人やチベット人が人口構成の 25% だったのに対して、ネパール人が 75% を占めていたんだ。なんでネパール人がこんなに増えたのだ？それはイギリスがシッキム王国で栽培したダージリン茶の栽培が原因だ。イギリスはダージリン茶を栽培するにあたって、働き者のネパール人を茶園労働者として大量に雇ったんだ。彼らはシッキム王国に移住してせっせと農地を開拓し、1950年にはシッキム王国の最大民族になっていたんだ。ネパール人って確か仏教徒じゃなくてヒンドゥー教で、インド人に慣習が近かったんだって？そうそう、ネパール人が 75% で民主化して国民の声がそのまま議会に反映されたら、ネパール移民に政治の主導権を握られてしまうことになるんだ。結局シッキム王国は国会の議席を民族別に割り当てて、全12議席のうちレプチャ人とチベット人が6議席、ネパール人が6議席とした。これはネパール移民の反乱が起きそうな予感なのだ。それにネパール移民の3議席は国王が任命する仕組みにしたんだぜ。民主主義とは何なのだ？こうしてシッキム国会は王政を支持する議員が多数派を占めるように工夫されたぜ。だがネパール移民たちは黙っていなかった。イギリスから独立して民主化が実現したのに、自分たちの声が不当に抑圧されていると反発を強めた。1961年には新インド派政党のシッキム国民会議派を結成して王政の廃止を主張し始めた。これはインドの政権与党だったインド国民会議派の言う通りだったんだぜ。インドを味方につけたのだな。それだけじゃない。実は新インド派政党のシッキム国民会議派はチベット人やレプチャ人からも支持され始めていたんだ。ありゃ、チベット人やレプチャ人は仏教徒である国王支持のはずなのになぜなのだ？王政廃止のシッキム国民会議派はネパール移民からの支持を受けて最大勢力になったが、1973年の選挙で王政維持を掲げるシッキム国民党が過半数の議席を獲得すると、選挙に不正があったからだと暴動が発生した。そこでインドが介入し、インド政府と国王、首相との間で選挙制度は人口の構成比率を反映できるものとするという協定が結ばれた。こうして1974年に再び実施された選挙では、全32議席のうち新国王派のシッキム国民党はわずか1議席に転落し、新インド派のシッキム国民会議派が31議席を占め、首相に就任したドルジャは国王の権限を大幅に縮小する憲法を制定したぜ。王様が嫌われすぎているのだ。そして1975年4月9日、国王退位を求めるデモ隊に宮廷親衛隊が発砲して、シッキム国内で国王が国民に攻撃しているのでインド軍を派兵してほしいとドルジェ首相からインドへ要請があり、インド軍がシッキム王国に侵攻したぜ。宮廷親衛隊は即座に武装解除され、国王はインド軍に幽閉されて、シッキム国会は民主主義発展の妨害者である国王の廃止とインドへの併合をシッキム国会の満場一致で決議したぜ。そして14日に実施された国民投票でもインドへの併合が賛成多数で承認され、1973年5月16日にインド連邦シッキム州が成立したぜ。約300年続いたヒマラヤの小国は国王と移民によってあえなく消滅したんだぜ。所長、インド軍は少し強引じゃないか？インドが強引に併合を進めたのは、1959年に起きたチベット動乱や1962年に起きた中印戦争で、シッキムが対中国の最前線になったためだ。実際に中印戦争ではシッキム王国とチベット自治区との国境で中国人民解放軍とインド軍の衝突が起きていたんだぜ。そうか、シッキム王国
国ってインドの保護国だから、国境警備はインド軍がやっていたのだな。そして1971年に第三次インパ戦争が起きたが、パキスタンは中国との蜜月関係を強化しており、将来再びパキスタンとの戦争になった場合、チベットから中国人民解放軍が南下してくる可能性もあったんだぜ。シッキム王国がインドへ併合された時も、元シッキム国王がシッキムへの中国人民解放軍の侵攻を恐れて、インドによる併合をしぶしぶ認めざるを得なかった経緯もあったんだぜ。これはチベット人がインドに亡命した際にシッキム王国を取ったことがその理由だ。亡命チベット人たちはシッキム人に、中国人がチベット人を虐殺している、チベット女性が連れ去られることが頻発している、チベット語を話すところが見つかると軍に連行されてしまう、チベット仏教の寺院が焼き払われた、ダライラマはインドへ亡命した、と同じチベット系であるレプチャ人にあまりにも必死に訴えたからだ。なるほど、シッキムはチベットの二の舞にならないようにインドの衛星国の道を選んだのだ。ではなぜ国王がこんなにシッキム国民に嫌われたのかを次に解説するぞ。頼むのだ。実のところシッキム併合当時、国王はネパール人のみならず、チベット寺にあるプチャ人からも信頼を失っていたんだぜ。それはなぜなのだ。併合当時の第12代国王はいろいろ問題を起こす人物だったからだぜ。ほうほう。皇太子時代の1957年に妻を亡くしたパルデン王は、1959年に国賓として来日した際に、日本人女性は素敵だ、今度は日本人と結婚したいと発言して、シッキム国内をドン引きさせたぜ。なんと女好きな国王だったのだ。言葉は悪いけどクソ坊主なのだ。第12代国王のパルデン国王の行動はエスカレートするぜ。1963年、11代国王の他氏、ナムギャル国王が崩御した後、ダージリンのホテルのバーで知り合った。国王より22歳年下のアメリカ女性、ホーク・クックに一目惚れして王妃に迎えたぜ。王政を支持していたチベット人やレプチャ人は、我が国王が異教徒の若い娘にたぶらかされた。とすっかり顰蹙を買ってしまった。これはまずいのだ。支持層からも見放されたら終わりなのだ。インド政府もシッキム国王は普段から酒に溺れている。法院した時にはガンジー首相との会談を断り、カルカッタの寺に逃げ込んでいたと、パルデン王が統治能力に欠けていたことを見抜いていた。そんなこともあって国民投票では王政廃止の賛成票が 97% に達したんだ。こりゃもうダメなのだ。こうしてチベット人やレプチャ人からも見放されたパルデン国王は、王国の存続を危ぶんで一足先に国外脱出させた愛しきホープ妃が待つアメリカへ渡った。国王なのに国を捨てたのだ。しかしながら国王でなくなったパルデンにホープは興味を示さなかったぜ。1974年、せっかくアメリカへ渡ったのに、1978年に別居、1980年に離婚、1982年にニューヨークで一人寂しく病死したぜ。女と酒に溺れた悲しい末路なのだ。一方、インド軍のシッキム侵攻を要請したというドルジ首相は、もともとはチベットで僧侶をしていたこともあるチベット人なんだ。へえ、ネパール人ではなかったのだ。インドとの併合後も1979年までシッキム州の首相を務めた後、シッキム民主化の功労者としてインド政府から勲章を授与されたぜ。その後はネパール人のバンダーリーが首相に就任し、15年間にわたってシッキム州の政権を維持させた。インドは多民族国家だから、インド国内には様々な言語が飛び交っているんだ。シッキム州も例外でなく、ネパール語がシッキム州の公用語になるなど、ネパール化が進んでいる。中国はもはやシッキムの総主権は主張していないものの、インドによる併合を認めず、中国製の世界地図にはシッキムがずっと存在し続けていたぜ。この地図は初めて見たのだ。確かにシッキムが描かれているのだ。しかし2005年にインドがチベットが中国領であることを確認する代わりに、中国もインドのシッキム併合を認め、中印戦争以来閉鎖されていたシッキムとチベットとの国境貿易も2006年から再開されたぜ。中印は互いに実質的な統治を認めたわけだな。しかしながら中国は一帯一路政策でウイグル経由でパキスタンへ、ウダール港まで鉄道を延伸する計画もあり、再びインドが中国、パキスタンの脅威にさらされており、シッキム州にインド軍の駐留を増やす動きもある。標高がちょっと低いだけで紛争になりやすい地域ってことなのだな。同じ時期にシッキム併合の二の舞を恐れていたのがブータンだ。幸せの国で有名なブータンなのだ。ブータンもイギリス植民地の時にネパール人開拓民の移住が増えていた。こっちも同じ感じだったわけだな。いいや、ブータンはネパール人が本格的に増え出した1989年に、ブータン国民は民族衣装の着用を義務付ける
という法律を制定したぜ。民族衣装を絶対に着なきゃいけないのだ。この民族衣装というのは、ゴ、というは服みたいなもので、ブータン人が住む北部の涼しい山間部なら、ゴ、は着られるが、ネパール人が多く住む南部のインド国境地帯では、とてもじゃないが暑くて着ていられないと、多くのネパール人がインドに逃げ出したんだぜ。こっちはこっちで移民と仲良くできなかったのかな。いかがだったろうか。酒だけでなく、女性関係で失敗するのは、日本だけではなく、世界中に星の数ほどいるな。ストレスが溜まっても酒とホストやキャバクラに逃げちゃダメなのだ。イライラしても酒に飲まれたり、異性にたぶらかされないようにしないといけないな。済んだもんのイライラはどう解消したらいいのだ。スポーツ、友人と遊ぶ、何かいいものはないのだ。それなら、ダージリンティーでも飲んで落ち着くんだぜ。イッツァ、ブリカスジョーク。